おととい夜、福岡市西区で民家に止められた10台以上の自動車に引っかいたような傷がつけられました。犯人はまだ捕まっていません。犯人と思われる人物はこちらに止めてあった2台の車に傷をつけた上、そのまままっすぐ進み、他数台の車に傷をつけたということです。警察によりますと、犯行に及んだ人物は6日深夜のうちに西区神大和の民家に止めてあった10台以上の自動車に傷をつけて逃げたということです。駐車場に止めた黒い自動車のボンネットには硬いもので引っかいたような白い傷跡が際立っています。こちらに住んでいる女性は駐車場に3台の黒い車を止めていて、すべての車に傷跡がつけられたということです。3台とも全部こんな感じでついてました。犯人も捕まってないからいつ来るかわからんし怖いですね。去年買った新車で、こっち一昨年なのでショックで。警察は器物損壊の疑いで傷をつけた犯人を探しています。